俺の名前はグレガー・マグレガー。今だ、攻めろ。おお。スコットランドの兵士としてエリート軍部に所属していた。長く続いていた戦争が終わりを告げると、俺は野望を抱いた。金持ちになって遊びまくるぞ。それは上流階級の仲間入りを果たし金持ちになることだ。しかしただの兵士の一人に過ぎなかった俺には限界があった。俺のことを誰も知らない場所に行けばいいんだ。そう思った俺は故郷スコットランドを離れロンドンに向かったのだ。ロンドンに到着して最初に行ったことは、マグレガーさんはこれまでどういったお仕事を？実はロイ・マグレガーの子孫ということもあって特殊部隊に所属しておりました。あのロイ・マグレガーのご子孫ですか？そう、俺はスコットランドの英雄ロイ・マグレガーの子孫であるという大嘘をついたのだ。俺のことは誰も知らないからな。嘘を信じ切った民衆たちの間で俺の噂は瞬く間に広まった。あの人ロイの子孫らしいぞ。すげえぞ、マグレガー様だ。バカどもが、ちょろいもんだ。俺はすぐさま人気者になった。しかし俺の目的は金だ。ただチヤホヤされるだけじゃ意味ないからな。俺は大金を手に入れるための方法をひたすら模索していた。19世紀初め、投資家の間では南米が注目を浴びていた。はあ、コロンビアとペルーが狙い目か。今後の発展を考えると南米には期待できそうですな。将来性がある国にこぞって投資していたのだ。俺はその時代の流れに目をつけた。そうだ、架空の国を作ろう。そこに多額の投資を募るんだ。なーに、実際自分の目で南米の土地を見るやつなんていやしない。何でもないただの孤島を王国だとでっち上げ、投資家たちを騙し金を集めてやろう。架空の国が存在すると信じ込ませるにはそれなりの証明書が必要だ。ポヤイス国をグレガー・マグレガー氏へ寄贈すると。こんな感じか。国王から俺がポヤイス国の領土を授かったという文章を偽造した。そして俺は数ヶ月ほどこの家を空けた。当分の間この町とはお別れだ。ポヤイス国の実態を調査して帰ってきたというアリバイを作るためだ。実態調査の内容は誰もが羨むような楽園だったってことにすればいい。海には食用の魚が大量に泳いでます。さらに川には純金の粒がたくさん埋まっているんです。純金？すごいぞ。さらに投資家たちがこぞって飛びつく条件を出した。それは何？出資者にはポヤイス国の領土の一部が手に入る？ささやかな金を出せばその楽園の一部が自分のものになるってわけだ。すると見事に信じ切った投資家たちから、ぜひ私に出資させてください。私もです、お願いします。はいはい、わかりました、順番にどうぞ。出資が殺到したのだ。私が英雄の子孫ということが信用の土台となった。俺はその勢いでどんどん出資者を増やした。信頼できるあなただけにお話ししますが。いやー、あの方は知的な方だ。なぜか引き込まれてしまいますね。得意の話術を駆使すればコロッと信じ上がるのだ。最終的に出資者と移住希望者は200人近くも集まった。すっげーワクワクするな。一生楽園で暮らせるなんて最高じゃないか。全員アホだ。船には十分な補給品とポヤイス国の貨幣であるポヤイスドルをいっぱいに乗せた。マグレガーさんは行かないんですか？俺はまだまだ移住希望者を募るよ。こうして総勢270名のアホどもがありもしない楽園に旅立っていった。船が向かったのは楽園ではなく、どこか南米のジャングルさ。俺も行ったことねえ。おいおい、ここがあのポヤイス国なのか？聞いてた話と違うじゃないか。そこは辺りは文明のかけらもない密林とマラリアが発生しそうな沼地しかなかった。騙されたと気づいた頃にはもう遅い。船はジャングルを離れ助けなど来ないのだから。くそ、騙された。とりあえず食料を何とかしないと。体がだるい、吐き気もする。大丈夫か？間もなくマラリアで命を落としていったとか。一方その頃の俺はというと、フランスに移り同じ詐欺をしていたのだが、フランス政府からの通達？フランス政府に目をつけられちまった。このビジネスはやべえ。そうして俺は莫大な金を持ち、誰も俺を知らないベネズエラへ逃亡した。ここまで来たらもう安心だ。誰からも狙われることのないこの地で余生を送ることにした。最終的に騙し取った金額は2億ドルくらいだった。金はあるけど知り合いが一人もいねえよ。最後まで罪に問われることはなく死を迎えた俺は、後に史上最悪の詐欺師として歴史に名を刻むことになった。